戦後何もなくて、学校の図書館にはね、偉人伝だけありました、はい、図書はそんなにたくさん数はないんですね。だからあれを全部読んでやろうという。あで読んでるうちに、ああ偉い人っていうのは全て人のために自分の人生を尽くす人が偉い人だというね、あらゆる困難苦難もその世の中のために使うという人が偉い人なんだという。だから僕も偉い人になりたいと思ったんです。で農業が大好きでした。ですから私がこう可愛がりますからね、大事に、私が触ると物がよくできるし動物もよく育つしという。だから褒めてもらえますからますます嬉しくて、でだんだんその道、要するに情報量が増えますから、で大人とのやり取りも子供ながら一人前にやるわけですよね。なるほど。そしてもう食うや食わずの大変なことですから、農業が発展すればみんなたらふくも食べて健康でおられる、で農業をきちっとやれば我々が今困窮しているこの問題をね解決できるというのがスタートなんですよ。もう十何キロも20キロも歩いてですね、この新しい品種を見に行ったりとか、主畜場の新しい馬や牛が来たって言ったらそれを見に行くとか、子供の頃そんなことをやってるわけですよ。そして農学校、農林高校へ行きますね。そしてやる行動、なすこと、これが全て農業にどう役に立つかというこういう考えで見てるわけです。で今まで習ったことに反するからこれはおかしいという頭は一切ないんです。農業に役に立つならこれが正しいんであって、今までの理論で教えられたことが役に立たなかったらこれはクエスチョンね。でこれがはっきり分かったのは大学院に行ってからなんですよ。そしたら今までの研究成果、農業の山ほどの論文を見てもこれで農業の問題は解決できないと。でその正体が分かったんですよ、大学院の2年生の時に。要するに農業を知らない人が、本当に農業のことを知らない人が、農業の素人が一生懸命文献を読んで借り物をいっぱいやって研究して、で小さな実験をして、これで論文を山ほど書くんですから、私が読んでなるほど納得する、いい分かる本はいい本で、私が読んで分からない論文は書いたやつが悪い、それくらいも逆に自信を持ちましたよ。本物はちょっとしかいない。だからそういう意味で今の今度は教授になるために論文何点とかね、あんな点数制があって、これでも始まるからですね、もう農業に役立つ立たないじゃなくて、レフリー査読論文であればって言って、もうねーと矛盾のないように小さい穴を抜けながら行って、それで稼いで上上がっていくわけですからね。だから農業、農学とか国の農業とか世界の農業という視点はもう全くないですね。ですからそういう意味で目的を見失っているんですよ。手段が目的になってですね。だからまあ沖縄へ帰ってきたら、沖縄でちゃんとそういうモデル、従来の農学とのね欠点を全部もう卒業させて、私が小さい時から体験してきたいろんなことをベースにして、沖縄は、まあ、世界のショーケース的な、ね、農業 の, モデルを作ろうと。で今のサンシャインファームをはじめ、じわっともう今動き始めた。でこれを今度は地域全体に広げていって、将来はこれが沖縄の観光産業や自然保護やと、世界中から沖縄に勉強に来てもらう、そういう仕組みに、まあこれは2、30年前からそういう考えて、このホテルもそんな形でできてきたわけですから、そうすると全体像が
だんだん分かる、それに対する技術はどうだとか、こういうことなんですね。だから沖縄なしにはEM は生まれていません。うん。